はい、どうも、コマソルでーす。今日は、亀ちゃんがうちに撮影しに来ました。こんにちは。今ですね、僕はですね、ちょっとしたショックな出来事にね、苛まれてましてね、これ今スマホで撮ってるんですけど、スマホの後ろにですね、フナッシー のシール貼ってたんですけど、そのフナッシーのシールがいつの間にかどこかに行ってしまったんですね。ここにフナッシーのシールが2個ついてあって、フナッシーとあとヒャッハーっていう吹き出しのねシールがあったんだけど、まあ、ヒャッハー もう文字がはげかけてて全然何言ってるか分かんないんだけど、悲しいね。なんか別のステッカー貼ろうか。結構ねドライですね。で今日は、撮影でした。またこの動画もね、そのうちね、あれこっちがあれどっちだっけ、もしかしたらもう発表されてるかもしれない。 その時はいっぱい見て聞いて楽しんでやって、そして、まだ発表されてない時はお楽しみにしていてください。なんか喋ることない、なんかあんまり喋ってない、ちょっとね、さっき撮った自分の顔の顎にショックを受けてさっき自分の顔、自分の顔をこう面白おかしく撮っていたんですけど別にこうクッって顎を下げたわけでもなく、ちょっと携帯を下からこう撮っただけなのに、もうとんでもなくね面白い顔になってしまって、顔だけ見たら90キロぐらいありそうなぐらい。あれ Facebook で共有しない、すー黒切り写真にしようかな、ね、友達リクエストがすっげえ来そうや絶対こいつ気さくやろみたいな感じ心が折れるわ。あー、マジで。ちょっと痩せます。でもね、動画はね、いい感じに撮れてると思う。まあ、動画楽しみにしていてください。それでは、本日のブログ動画でした。またねー。バイバーイ。